賞を受賞されました森さん、どうぞ。ノートをご覧いただきました、おめでとうございました。続きましてオーディエンス賞を受賞されましたひなとさんの作品メイクアップをご覧ください。大変失礼いたしました。来年に向けて動き始めております。来年はですね、よりまたグレードアップして、逗子の街の皆さんと一緒に、楽しいアートフェスティバルを、作っていけたらなと思っております。再来年に向けてというお話。そうですね、再来年はして60周年なので、そうした意味でも、このフェスティバルと一緒にこう盛り上がっていきたいなというふうに思ってます。
これからですね、ちょっと最後になってしまいますが、このフェスティバルを、支えてくださった、たくさんのボランティアの皆さん、それから、逗子文化プラザ市民交流センター、逗子小学校の、神田校長先生、立川教頭、中村さんはじめ、保護者の PTA の皆さんも、本当にご協力のおかげで、本日ここまで、やってくることができました。審査員の方はもうまだいらっしゃいますかね。大丈夫です。また宮田先生とたくさん話せると思う。先ほどのトークショーを聞いてない方もいらっしゃるかもしれないですけど、最後に、メディアフェスティバル今日のマッピングなど、ご覧になった感想など伺えたらなと思います。小学校っていう場所は、ね、やっぱりモチーフに導いているんですよね。なので本当に僕いいなと思った作品がいくつかあるんですけれども、やはりどうしても大人気ではあるけれども、まあ、そこで小学校という場を使っているんだということをいかに作品に取り組むのかということが実はとても大事だと思うんですよね。またハリさんの作品も小学校というモチーフを取り込んでいないように見えながら、シャシャの色使いであるとかですね、架空の動物を出したとか、架空のらしさというのをとても前面に押し出しているので、やはり小学校というモチーフを使っているんですよね。あやつの下駄箱であったりとかとかもね、そういう意味ではすごくよく練られた作品が今回集まったんじゃないかなというふうに、思いました。もしくは多くの、ね、方が集まってこの感動を共有していただけるともっとよかったなと思いますが、それは今後続いていくことですから、今後に期待を目指したいというふうに思います。